はい、8月15日の伊勢神宮です。今日はね、お盆なんで人少ないかなと思ったら結構いますね結構いますね。あの荒祭りの宮でこれだけの数がいると、もう今ね8時ちょっと手前です。だからもう500人ぐらいいるんじゃないかな。結構敷地がすごい広いので、あの人がパラパラいるからそんなに人いなさそうに見えるんですけど、この敷地から計算すると多分500人ぐらいもういるんで、この時間帯だけでねいるんじゃないかと思うんですけど、だから正午とかお昼から大変でしょうねいっぱいね。早朝参拝がね、あのギリギリの参拝が一番いいです。あの人が少ないから。で北の天満宮とかも行った時はなんかね、参拝するだけで30分ぐらいかかったんで、そういう時間帯になるべくこう、あの人が混みそうなところはもう早めに、朝一か夕方に逆に振って行った方がいいんじゃないかなと思います。うん、では伊勢神宮をする前に三井市のところで参拝をして、ここから、じゃあ今日待ち合わせのところなんで、行きたいと思います。